まずイカの体がどういうふうになっているか、どういう名称になっているかっていうのをまず最初に確認していきましょう。はい、でイカの体、今こうやって背中が、まあ、こうやって黒く背中に見えますけど、一番最初このペラペラのやつ、これがヒレです。イカの体もお腹側と腹、背中側というのがあります。それから頭と後ろですから、まずこれが置いてある状態がイカの場合背中です。で背中側というのはこう黒い色がこう入っています。で腹側っていうとこれ白い色があります。で腹側にはここに漏斗というものがあります。で人間でいうとこっちがお腹ですね。でこっち側が背中で、これ背中にしておきますけど、じゃあイカの頭はどこにあるかっていうと、この目のあるところ、この目のあるところが頭です。でこちらにある筒のようなところ、これは何かっていうと、人間でいうと胴体の、この中に内臓が入っています。このイカの仲間はですね、この頭のところ、ここに腕がついてます。まあ、ついてるというか頭に腕が生えてます。で腕が10本ですけど、その中で2本こういう長い触腕と呼ばれる腕があります。それから残りの8本の腕、これが8本腕があります。でじゃあイカの前後っていうふうにはどう考えるか。イカの場合は頭の鱗が前です。でこちら側が後ろ、人間でいうとですから頭が前で後ろで、よくイカをねこういうふうに考える人いるんですけど、はい、こうじゃないんです。イカっていうのは、イカっていうのはこうなんです。わかりますか？頭が上なんです。人間だとこう立ってれば頭が上ですよね、はい、ですから絵でこういうふうに描く人結構多いんですけど、イカもタコもですね、タコも一緒なんですけど、こうじゃなくてイカはこうなんです。基本的な体のまあ、示し方はですね、今イカを背中から見てます。そうするとイカの右左どっちになりますかね。で頭がこっちですから、この場合こう人間でいうとこういうふうになればいいわけですね。でこれの背中側ですから、こちらから見て、これが右側になる、こちらが左側です。イカの口ってどこにあるか。イカの口っていうのはこの腕を広げた真ん中、ここですね。これが口ですね。でこれ背中側がこっちになってますから、こちら側が上顎、こちら側が下顎です。ですからイカの場合は上顎と下顎という2つのカラストンビって言いますけれども、はい、顎があるんですね。硬い、これも基沈質です。非常に硬い顎があります。カラストンビって言ってこう鳥のくちばしみたいになってる。でこれを使って餌で抱え込んだ餌をですね、噛みちぎるんですね、はい、こう噛みちぎって食べる。さらにこの中にですね、また歯舌という歯の生えた舌が持ってて、それで餌を噛みちぎった後さらにすりつぶして食べます。それなぜかっていうのは後でまたお話ししますけれども、そういうような形でイカというのは頭のてっぺんに口が開いているっていうふうに考えると分かりやすい。ですから人間でいうとここの頭のちょうどこの辺に口が開いてる。で口が開いてる、手がもうここにくっついてる、はい、ここ手が腕がここに生えてる。で足はな、まあ、足はとない、足はなくて、足もついでにこっちに持ってきて全部こっちに持ってる。そうなるとイカの体の形がよく分かると。今度腹側を見てみましょう。よいしょ。こちら側が人間でいう腹側です。こうやって見るとヒレっていうのはこの背中側についてるってのがよくわかりますね。真ん中についてんじゃないんですね、胴体の、はい、で背中側にヒレがついている。このヒレっていうのは、まあ、泳ぐ時のスタビライザー、まあ、安定を保つためにも役立つんですけど、ゆっくりですね前に泳ぐ時にもこれがヒレひらひらやって泳ぐこともできるんですけど、イカが一番泳ぐのに重要な器官というのがここにある漏斗と言います。これは口ではありません。漏斗ってね、こうやって見るとここにちゃんとこう口が開いてるってのはおかしいから穴が開いてて、これが
外頭膜とつながってるんですね。このイカの場合この隙間から水をずっと吸い込みます、外頭膜の中に。で外頭膜に吸い込んだ水を今度この漏斗から出します。で吸い込んここにまあ水がある、あの隙間があるんですけど、吸い込んだ水はここ閉じます。ここを閉じてこの漏斗から非常に強い水を吹き出します。ですからポンプですね、簡単に言うと。ですからポンプの役割をしてこの漏斗の向きで泳ぐ方向を決めます。で一番こう漏斗がまっすぐ、体の軸とまっすぐになる方向、この格好ですね、ここの時に一番勢いよく泳ぐことができる。でももちろんこの漏斗をですねこっち側に向けたりこっち側に向けたりしてスピード出ませんけど前に動いたり後ろに動いたりすることもできます。ですからこの漏斗っていうのが非常に重要な、あの泳ぐための道、まあ、器官になります。でこの後ろに漏斗腱索筋っていうこう筋肉がこうついてて、これが漏斗孔って言います。漏斗の入る溝ですね、収まる。でこのスルメイカの仲間っていうのはこの漏斗孔の中にこうシワが入ってる、この変なねこうマークが入ってるんですけど、このマークによってグループが違うんです。ですからスルメイカの仲間では赤イカだとか、まあ、他にもヨーロッ、まあ、世界中にこのスルメイカの仲間がいるんですけど、この漏斗の中のこの模様ですね、これによって大きくグループが分けられる。まあ、あのどういう役割を果たしているのかよく分かりませんけど、そういうことがここは分類のためには重要な役割になりますね。でここを見ていただくと、外頭膜っていうのはここに軟骨状のホックがあるんですね。分かりますかね、ここ。でこちら側に留める金がついてます。あ、見えます、はい、でこれがですねちょうどここにホックのように止まって外頭膜と漏斗をつないでるんです。ですからイカの外頭膜と頭っていうのはこことここ、この漏斗の2箇所、ここですね、漏斗軟骨の2箇所と、はい、あとこの後ろの頸、まあ、人間でいうと首のこの後ろなんですけど、この後ろのところにももう1箇所止まるところがあって、この3箇所だけで止まってるんですね。あとはもうほとんど全然オープンっていうか、頭の間に全部隙間が空いてるっていうふうに考えてください。で生きてる時にこれが自分たちでつけたり外したりできるのかっていうのちょっと私も疑問に思ったことがあるんですけど、ね、このスルメイカを飼ってる桜井先生っていうのにお願いして、本当外したらどうなるのって言ったら、彼実験やってくれたようなんだけど、外しても自分で入れられるみたいだ。触腕で捕まえた後どの方向に行ってもいいように角質管っていう